ポーグ、ウィリアム・ポーグは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士であり、テストパイロットである。また教師、演説家、作家としても活躍した。ポーグは1930年1月23日、オクラホマ州オケマーで、同州、サンドスプリングスに住むアレックス w ・ w ポーグ夫妻の、息子として生まれた。ポーグ家は、先住民族である、直島族の子孫であった。 アレックス夫妻は3人の子を設け、ウィリアム少年はランニングやパドルボール、ウォールハンドボールなどのスポーツに励んだ。また本棚作りなども趣味にしていた。ポーグは初等教育、中等教育を地元のオクラホマで受け、1951年に中等教育での理学学士号をオクラホマバプティスト大学で、 1960年に数学の修士号をオクラホマ州立大学で得た。また1974年にオクラホマバプティスト大学で名誉学位を授与された。ポーグは1951年に空軍の兵籍に入り、1952年に将校に任官した。朝鮮戦争では1953年から1954年まで第5空軍に所属し、 戦闘爆撃機による攻撃に従事した。1955年から1957年までは空軍のアクロバットチームであるサンダーバーズに所属し、単独飛行、またはスロットパイロットと呼ばれる第4番目の飛行士を務めた。アメリカ及びイギリスの50機種以上の航空機の操縦に熟達し、民間航空機の指導教官の資格を得た。 1960年から1963年まではコロラドスプリングスの空軍士官学校で数学の助教授を務めた。1965年9月には英国ハンプシャー州ファーンボローの帝国テストパイロット学校を卒業した後アメリカ空軍とイギリス空軍の交換プログラムにより英国航空省で2年間テストパイロットを務めた。1965年10月からは カリフォルニア州エドワーズ空軍基地のテストパイロット養成学校で教官を務め、その後大佐としてジョンソン宇宙センターに赴任した。飛行経験時間は7200時間で、そのうち4200時間はジェット機の操縦時間、2017時間は宇宙飛行の時間である。1966年4月、アポロ計画の19人の宇宙飛行士の中の一人に選ばれ、 アポロ7号、11号、14号では支援登場員を務めた。19号では司令船操縦士を務めることになっていたが NASA がアポロ計画を17号で中止したため、ポーグと19号のもう一人の飛行士、ジェラルドカーはアメリカ発の宇宙ステーションであるスカイラブで飛行することになった。スカイラブ4号でゴミ袋を投棄するポーグと カースカイラブ4号でポーグが使用した、成功オートマチッククロノグラフキャル6139。いわゆる、ポーグの成功と呼ばれているモデルで、宇宙で初めて使用された自動クロノグラフである1973年11月16日、ポーグは、スカイラブ4号の飛行士として、ケネディ宇宙センターから、サターン IB 型ロケットで打ち上げられ、1974年2月8日に、 帰還した4号は、スカイラブ計画の3度目の飛行であり、同計画の最後を飾るものであった。この飛行での宇宙での滞在日数は84日と1時間15分となり、当時の世界最長記録を達成した。また、ポングトカー及びもう一人の飛行士である科学者のエドワード・ギブソンは、3450万マイルという飛行距離の記録も打ち立てた。 地球を1214周する間に、彼らは56の検証実験と26の実証実験、15の構造解析試験、13の子供たちから提案された実験などを行った。またスカイラブの探査カメラやセンサー群を用いて地球資源の調査をし、さらにスカイラブ望遠鏡を使用して太陽の活動に関する338時間に及ぶ。 広範囲な観測を行った。また2回の船外活動を行い、活動時間は13時間31分に達した。1975年9月1日、NASA と空軍から引退した後は、航空宇宙産業におけるフリーのコンサルタントとなり、また宇宙開発を民間に広報するためのビデオ制作なども行った。空軍開拓者クラブ協会、アメリカ宇宙飛行士協会、 宇宙探検家協会の会員であった。1991年、宇宙ではどうやって風呂に入るのか、お上司し、一般からの270の質問に答えた。1992年には、ベン・ボーバと空想科学小説、トライコンの詐欺を強調した。2003年、アポジーブックス社から宇宙の雑学を出版し、マーキュリー計画時代からスペースシャトル及び、 国際宇宙ステーション時代に至るまでの宇宙開発に関する様々な質問に答えた。2011年には自伝、だがそれは天の恵みのためにある飛行家であり宇宙飛行士であるものの自伝をソワー・ウィズ・イーグルス社社から表した。2014年3月3日、フロリダ州ココアビーチの自宅で成長した。去年84。 最後を見取ったのは3番目の妻であるティノであった。最初の妻との間には3人、2番目の妻との間には4人の子を設けた。オクラホマ州サンドスプリングの空港は、ポーグを記念して、ウィリアム・アール・ポーグ地方空港と命名された。ありがとうございます。